紙を水で濡らして、はい、炭で描くやつ、一枚やってみるね、まずね。それな何ですか。このあれ、あ、炭ですか。そう、炭。炭なんだけどね、これ。一枚か二枚で使っちゃうからさ、もうバカくさくてさ、とうとう買えなかったその文房具屋のその七八千のは。安くならないんだもん。文房具屋も潰れた。そのこういうの子供に教えたら、ね、やめなくなるよ、面白くて。子供はわーってほら何でも喜ぶから。そう思った時そばに子供いないしな。あ、もう力入れなくても描けるんですね。いや、それが技なのよ。技っていうかほら、加減なのよ、加減。うん。で、普通のほら、階段、あれじゃないでしょ、ほら。これこんな柔らかいのよ。だから最初から入れておくともう溶けちゃうのよ。だこれ濡らしておくからスーッとかけるの、これ下がね、あの乾いたままだとただの線になるの、つまらない線になるの。もっと散っていっても面白いんだよ。こういうのはほら偶然にしかできないから、偶然を作るのよ。喉をさすりて声張り出せ憂い深き取り打つため寂しき影をとどめて朝に手配しの乗るバスが来る。紙によってはね、もっとバーッて散っていくのもある。あ、でもあんまり散りすぎてはまた、ね、いや、まあね、まあね、時の場合によるの、絵によるの、こうやってやってから考えていけばいいです、少しは ね、これでまた後で考えればいいから。主はなけどもボロ靴ひとつ空を映して歌いけり喉をさすりて声張り出せよ憂い深き取り打つため